うっす、こんにちは、くんです。ってことでね、最近こう動かし出してようやくですね、2ヶ月ぐらいが経ったのか、2ヶ月ちょうど経ったので、さすがにね、そろそろ紹介しておこうと思ってですね、配信の切り抜きアーカイブチャンネルをね作っているので、まあ、ちょっとそちらの紹介をさらっとしておきます。まあそちらがですね、あ、まあ、まだ聞いてね、それだけの動画じゃないから。まあそちらがですね、まあいろいろ配信で動画にならなかったところの雑談部分とか、動画の裏話とか、まあもちろんそのゲームのね、マイクラとかフォトナの、そのどうやって撮ったとか、どういう風な経緯で撮影することになったとか、そういう部分のことを話してたりとか、あとは雑談だよね。まあ俺がパッと見た中で話すと、まあ、最近お酒飲んで記憶が飛んだんだ。まあよく飛ぶんだけど俺記憶が。俺記憶結構飛ぶタイプで、お酒を飲むと、結構無限に飲むんだけど、でも何も覚えてないんだよね。何一つ覚えてなくて、2軒目行ったのか3軒目行ったのか、はたまた4軒目があったのか記憶にないみたいな。2軒目の途中でもう記憶がぷっつり切れてて、え、会計どうしたんだとか、ちょっと前にですね、とある YouTuber 友達のね、人が動画で、くんさんがカラオケをね、全部おごってくれたみたいな、全員分おごってくれたみたいな、すごいみたいなことをね、言ってくれたんですけど、俺その動画を見て知ったんだよね、おごった事実を。え、俺おごったのみたいな。はい、それぐらい記憶が飛びます。なので、かなりね、それはまあいいんだ。まあそういう話を知りたかったら、ぜひ見てもらったらなと思います。あと、テンションが、普通のテンションで話してるんですよ。動画のテンションのまま生きてる人なんか存在しないですからね。YouTube の動画のテンションで、そのまま生きてる人っていないです。あ、知ってます。あ、その人は、生きてるかのように振る舞ってるだけです。はい。この人って動画もリアルも一緒だったみたいな、それっぽくしてるだけです。みんな違います、やっぱり。キャラを崩すか崩さないかだけの話であって、大体みんなやっぱちょっとね、やっぱスイッチをオンにしてるところはありますよ、やっぱり。配信もね、配信モードオンとオフにしてる人も多分いると思うんだけど、俺だいぶ配信はオフにしてて、普通に配信中にヒゲを剃ったり、歯を磨き出したりとか、3分間沈黙するとか、あと俺配信してるの忘れて、本読み出しちゃったりとか、そういう意味ではね、かなり力の入ってない配信なんですよ。まあその分ね、私の本音というか、まあ本質部分というかね、いうのが、まあ垣間見えると、まあいうところなんだけど、みんなでもあんまり本音とかって正直興味ないよね、人の。特に動画上で見てる人のさ、本音とかって本当は興味なくない？でもある。俺は好きな、YouTuber のあの子の本音とかめっちゃ知りたいし、どんな人なのか知りたいって思うかもしれないけど、でも、本当は興味ないと思うんだ。本音らしきものが聞きたいだけじゃないかなって俺は思ってて。だってさ、今流行ってるのってインスタグラムとかじゃん。インスタグラムのストーリーごときで、そいつの本質なんかわかるわけなくない？俺インスタグラムさ、ちょっと嫌いで、あ、ごめん、キリキリ行く。まあ、嫌いって言っちゃおう。もう、嫌いで、なんでかっていうと、その人のさ、有名人が例えばいました。インスタグラムを、誰でもいいんだけど、まあ、見ましたってなったら、情報量が少なすぎる。誰にしようか。まあ、誰でもいいんだけど、誰かのインスタグラムを適当に持ってこようか。ちょっと陰キャすぎるかな、インスタグラムが好きじゃないってあんまり。登録者50万のゲーム実況者のとある人のさ、インスタを見るとね、写真の数が、何個あるんだこれ。投稿69件しかないんですよ。少なすぎません？いや、まあみんなこんなもんじゃん。みんなこんなもんで、投稿の本数がとにかく少なすぎるんだよね。こんなんじゃそいつのことなんか何もわかんないし、こいつだってインスタ作ったの半年以上前なんだよ。こいつって言っちゃった。それでも半年で69件、結構これフルで使ってる方でこんなもんなんだよね。だから、その人のことあんま知れないから俺も好きじゃなくて、せっかくその人のインスタ見つけても一瞬で閲覧終わっちゃうじゃん。一瞬でスクロール、ガララってスクロールして、あ、ごめん、スライドか。これザーッと見て、もう終わりみたいな。投稿もそんなさ、頻度も高くないみたいな感じじゃん。インスタ使ってそうな他の人とかでも、テンチムでいいや。テンチムのインスタ見たけど、テンチムで293件なんですよ。293個写真見るのとかあっという間じゃね？こんな知れないじゃん、この人のことなんて。ちょちょちょってなんかこう、まるまる来ましたみたいなの書いてるだけでさ、それを見てもさ、笑顔を見るからにいい人そうだみたいなさ、そういうのしかわかんないし、もちろん TikTok とかでも何もわかんないじゃん。だから、俺はブログとかの方が本当は好きなんだよね。
そういうこう長い文章みたいなの書いた方がなんかわかるって俺は思っちゃう派なんだけど、まあ、でもまあ今っていっぱいいろんなさインフルエンサー的な人がいて、いっぱいいろんなこう推しとかさがあるから、情報が溢れ返りすぎてもうちょっとずつしか見せれないし、ちょっとずつしか見ないよねみんな。だからやっぱりこういうラジオ動画もね、みんな見ないんですよ。おそらくこれ見ないです、みんなここまで見てる人あんまりいないです。おそらく、50人クラフトとかね、きっちゃかめっちゃかなコンテンツとかの方が、お祭り騒ぎの方がさ、やっぱみんな興味あるしさ、え、なんだって荒れてる犯人なんだろうなんだろうみたいな、ポチポチみたいなさ、いや、そういうのもいいんだけど、でもやっぱりこう、なんかちょっと深いコンテンツになると、もう見れなくなっちゃうみたいな、ちょっと意味が発生するともう見れないみたいな。この前のさ、50人クラフト、マイクラを見始めた人はこの動画を見てくださいっていう動画を出したんですよ。ごめん、どんどん話が逸れてるんだけど、その動画でさ、俺は、その編集者っていうのがいるんですよ、みたいなさ、話をしてるにもかかわらず、なんかこう、全く関係ない話をコメントしてたりとか、動画多分、内容見れなかったんだろうな、っていうふうに思うんだよね、その、内容が難しすぎて話が多分理解できない、その語彙力がないのか、その多分長い動画を見るのに慣れてなさすぎて多分難しくなってる、おそらくその3秒5秒ぐらいがやっぱ集中の限界になっちゃってて人の話が聞けないみたいなさ状況になってるのかなっていう風に、こういう動画上げるために悲しい思いをしながらね若干上げてるんだけど、あ、それもね、あの俺がちょっとラジオ動画少なくなった原因で、コメントを見るとね悲しくなるんだよ。ラジオ動画のコメントを見ると全く本質と違う話をしてたりとか、そもそも俺の話を多分1ミリも多分この人は聞いてなかったんだろうなってコメントをしたりとか、まあ別にコメントなんて自由にさ、あの書いていい場所だし、別にそれが YouTube だったとは俺は思うんだけど、それにしても何みたいな、まあこれだったら50人クラフトの動画上げてた方がいいんじゃねえかみたいなさ、お祭りずっとやってた方がいいんじゃねえみたいな気持ちになるんだけど、まあたまにはねこう告知動画とか何かこうどうしても伝えたいことがある時はやっぱちょっと上げなきゃいけないっていう風になるんだけど、何の告知をしてたんだっけ、そうだ、サブチャンネルがどうしたこうしたの話だぞサブチャンネルのね話なんだけど、そう、配信は割と本音が出るところなんですよ。俺の配信は全く力を抜いてるんです。でなぜかというとですね、俺は配信で頑張るぞとか配信の動説をめっちゃ上げるぞとかって思ったことは今まで俺 YouTube 生活をしてた中で一度もないんですよ。でなんでかっていうと、まず俺にとっての配信っていうのはマネタイズの対象じゃないんですよ。お金に換える場所じゃない。まず出発点として YouTube がお金になるとか全くそんなことになる前に、まず私配信からスタートだったんですよ。で動画を作る最初の動機っていうのはお金じゃなくて、動画でキッズってまあその視聴、他のね配信以外にいるところの人たちをちょっと半分小バカにした動画を撮ったりしてたの。こういう動画出したらさ荒れたりするかなみたいなこと言ってそういう動画を撮ってたんですよ。だから動画バカにしてるするために動画撮ってたんでね、動画でそれを言うかって話なんだけど、配信は動画で上げてこんな動画撮ったらちょっと面白くなるんじゃねみたいな、なんかちょっと燃えたりすんじゃねとか、そういうこう作戦会議の場所とか、それだけじゃないんだけど生活の一環みたいな感じの配信なんですよ。もちろん YouTube ライブしてた時は温度感は変えてたかもしれないけど、ミルダムは完全にそうで、あ、でもね配信をしながら動画撮影してるから配信中にいきなりこうスイッチオンになる、はいこんにちはくんですみたいなさ、あー始まったみたいな感じになっちゃうんだけど、だから動画を撮影する、配信をしながら動画を撮影はしてるから配信中ずっとダラダラしてるわけではないんだけども、ただまあそんな感じなんですよ。生なね、リアルなくんさんが見れるかなと。まあそのもちろん動画を撮ってるだけじゃなくて、あー今日もうちょっと疲れたなーみたいな、いやーなんかもうちょっとまるまるもうちょっとやめたいんだけどみたいなとかまあでもね、そういう本音的なのってねあんまりねみんな見たがらないんだよね。あんまりなんか俺さ、すごいびっくりしたというか、ちょっと昔にね、すごい有名だった、100万人ぐらい登録者がいたのか、動画をやめて、まあ、配信をするみたいな、配信メインにするみたいな、多分、生活の一環で配信してるタイプの人だったと思うんで、多分元々がね、その某人が。そしたら、当時と比べて、だいぶリスナーの数が減ったりとかしてて、なんで全員追っかけてこないんだろうみたいな。あんだけ、なんかこう、すごいボリュームがいたのに、やっぱその本音を知りたいとかもっと知りたいって人って意外とかなり少ないんだなっていうのがその時すごいね驚きました。だからやっぱりみんなやっぱインスタグラムなんだなと、時代はやっぱ本音じゃないの。本音とかね、その人間の本質じゃなくて本音っぽい何かとか
人間性っぽい何かがやっぱり求められてるんだなと、そういうふうに思うとね、まあ、だんだんちょっと俺は一体何を動画配信してるんだろうという気持ちになってきたりはするんだけど、まあやっぱそういう時代ということでですね、やっぱ情報が多すぎるんだな。はい、ということでもう少しくんさんを知りたいちょっと変わった人はぜひサブチャンネルの方を見てください。お祭り騒ぎみたいなさ、 YouTube っぽい動画が好きな人は多分あんまり見ても何これ、なんかあんまりくんさんも元気そうじゃないからつまんないみたいになっちゃったりするかもしんないから、まあ、そういう人はまあ明日の50人クラフトやフォートナイトやね、他の動画を見たりしてみてはどうでしょうかという風な話でした。はい、ということで久しぶりの動画でこういう感じの喋る動画でした。またね、バイバイ。